が浴場からピーク。ここにはダークカバー。フラックス早いぞ。一気に侵入だ。開口一番カボル打ち勝っていくヘッドショット。フラックスがカットしていく。さすがの強さです。さあムージーもシャワーから侵入できている。リオンがカットしていく。フラックス早い。3対5のシチュエーションですが、マンチキンフランとこのファントも落としました。人数状況ではクレイジーラクーン圧倒的に有利です。早い展開も返せるか。残りはシャワーのムージー。そこにはリオンがダークカバーを構えている。ヘッドショット、メデューサをカットした。いや怖いなこれ。ワンオンツーブラストバック。ここは2人でしっかりピークしている。クレイジーラクーンがまずこのラグゲーミングが見せた素早い攻めに対して対応。ブラストバック飛び込むのか。強気にいった。いやしかしバッチリ。ここは武器を奪ってることもあって対応しましたね。4対3の状況。さあテレポート、おお、スパイクは B サイトへ。ただ B2 で待ってるんですよね、クレイジーラクーン。フラックス、そしてロベでガーデンから行きましたが、くそカメラがマジキン。ここは2度は逆使いやバッチ。さあツオンツーパロンやスモーク。ゼファー耐えられるか。残り一発リロードは入れないか。設置ができた。残りは窓部屋。おお、ここでメデューサのショックボルト。逃がすつもりはないと。ないですね。さあネスはランプでジャッジ。ここの近距離ならお手の元だがどうだ。フラックスをカット。これは大きい。さあツオン4ファントムが設置に狙う。ここにはネスのペイントダウン。ヒラもありません。ネスの位置はバレているので人数差もありますがどう動くかですね。バッチを切る。2つ目冷静。いいキルだ。そしてマンチキンが後ろからついてくる。ディフェンダーサイドから侵入。ツオン2のシチュエーション解除までいけるか。ラグとしては取り返したいがパルノイヤ、いいタイミング。そして刺さっているがどうだ。ネスタルクにワンワン。ここはハーフまで行かなければいけない状況です。ハーフ解除。ニューラルセフト位置がバレました。サイト内にいることは情報を伝ったマンチキンがいる。そうですね、これはもうマンチキンを狩りに行く動きですね。さあ光ってる中でカット。ただキルトレード。ロベがマンチキンを落としました。おお、ゲリサ映った。これで3オン2。これは大きいですね、やはり相手の人数がフル残ってる状態で設置はさせたくないというクレジラクの狙いが見えます。オールドロン、アルティメット上がってる状況のメデューサ、ここは使うでしょう。リオン落として、残りは高額しか。残り1名。さあロベですね。さあワンチャンス。どうだ。よかった。意表ついた。ワンオンワンのシチュエーションどうだ。おお、ここはネスリードを引かずです。さあここはムージーがアルティメットショーストッパー。さあ隠れてる。おお、飛び込んできたゼファー。打ち落とした。さあ B ロング、メデューサがバッチを返して、人数状況は3対2。メデューサがダブルキル。ここは逃げ切れない。とはいえ苦しい状況ではありますね。武器拾いたいところではあるんですけど、メスは、いやゼファですね、狙ってますよね。あ、これ武器取りに行きますね。ブレイズからバンダル回収。さあ目の前にスパイクあるが、時間は40秒。スパイク確保。さあスパイクを確保。設置は難しいですね、いるの分かってますから。トリプル裏から姿見ているヘッドショット。あとは裏にゼファー、意表ついてるがどうだ。打ち勝っていくブラックス、クラッチ成功。素晴らしいクラッチですね。展開することができています。さあ窓部屋はネスト、ゼファーのクロス先に見えたか。ここはゼファーが左側から、爆弾いくよ。ちょっと強気で行き過ぎたところしっかりと刈り取られましたね。さあここまでバッチは、まあ、強気にこのポイント攻めていきますが、メデューサ魅力姿見てるか。ローベが壁を抜いた。ここ打ち方の大きい。大きいですね。これに対してこうクレジラ君が問題は、おお、しかしリオンがファンタブ寄らないですね。 B サイトでロベがダーカバーを構えながら侵入はしている。スパイクは中央ではこれ一人削ってからスパイクを持っていくかどうかを考えるというところですかね。ここ
クレイジーラックも人数有利あるので無理はしないでしょう。ええ、引き目で手堅く守ります。そうですね、この時間があまりないので手堅く戦うつもりですね。リオンがフラックスを落としました。ただバッチがどうでしょうか。おお、マッチ見ている。ただこれは B サイトでもカットしていくクレイジーラクンク、上がりが早い、回転早いですからね。うおー、来た、2つ目狙う。ここはヒットしている、ダメージあるぞ。一気に侵入、ただロベここでスパイクキャリアが落ちる。リオンがダブルキル、そしてさらにキルを重ねる。ここはリオン、被弾がない。バッチのアルティメットはここで吐ける動きになります。そうですね、全て使い終わってしまったのでバッチはまたシェリフで戦わなければいけない。スパイクをシャワー側には運んでいる。メデューサがオールドロンで状況を把握、シャワー側にフラックス、完全に A 寄ってますね。さあここからラグどう取り返すか。人数状況は圧倒的不利の状況。今まで一方で攻めたことがなかった分、今のはハサミを読まれましたね。おー、今日はしかし一発が大きい。いや、ただ見てください、右に一人隠れてるんですよ。ネスがいるぞ、銃口は見えている。2つカットをネス、クレイジーラ君が差を2つ広げて6対4。引き目に迎え入れる配置をして、さあ入ってきました。ジャッジを構えているぞ。いや、しかしゼファーがこのムーズを落としました。クレイジーラ君の守りが硬い。これは硬いですね。ラグが入り込めない、時間がない。フラックスも A サイトで揺さぶりかけていますが、いやー、取っている。これでスパイクは A に運ぶことに成功した。しかもフラックスあそこまでポジショニング入ってましたね。被弾もありません。設置はなんとかできるでしょう。あと10秒。さあここはアルティメットを移動しているが、ローベー隙をついている。一気に人数状況は入れ替わった。4対3の状況、ラグが有利を取っているが、ネスがロベを返して3対3。飛んだ場所が悪かったですね。さあクレイジーラクは残り2名です。有利だぞこれ。フラックスがスモークの中飛び込んでくる、強いフリック、クロスアクメでいるが、いやー、お見事。いやー、時間をいっぱい使いましたけど、また同じシャワー取りですね。返し方も全く一緒です。ゼファーが B ロング、マンチキンがフラックス、残っているムージースモーク抜いた、ネース。ここでラグの、まあ、前線を切る2名を落としました。ね、はい、キーマンとなっていた2人を落としたので、こうなるとやはりこうラグはバッジ頼りになる気がしますね。今までの戦い方だとバッジが前に出て、まあ、ワンピックワンピック勝負で倒していって人数差を埋めていく動きになるんじゃないかなと思いますね。さあゼファーオペレーター、このロングレンジ落としているロベオカット5オン2。こうなれば盤石です。しかしここはファントムが打ち勝っていきました。マークした。ただ圧倒的リードはある状況、スパイク保持しているのはファントムです。ちょっと怖いですねこれ。確定する勝負する必要はあまりなかったんですけど落ちちゃったので、まあ、人数差をちゃんと生かしていていくすれば勝てるだろうというところ。ワンチャンスが生まれてきてるぞ。エルボー警戒はできるか、通り抜けます。中に入ってるアショットは聞こえてるはずなので。さあプラントに入ります。スパイクを設置。今ワープフェイクを1個使いましたけど、ね、バッジは気づいてましたですね、うん、これフェイクだって全く後ろ見てないです。さあディフェンダーサイドからマンチキン、そしてリオンが寄ってきます。確定する。さあリコンボの中にサイト内が分かりました。これでリオンが壁を抜いていく、飛び込んでくるところはメデューサ武器構えているが、おっと危ない、取り切ります。危ないところでしたが、お見事。やはりスモークをしっかりと耐えたことによってね、カバーができなくなりましたね。終わりだ。さあオールドローンでさらなる情報を得ます。さあその間にラインも上がっている。素晴らしい。ゼファーがダブルキル。さあダークカバーでここは見れない状況。しかしロベがマンチキンを返している。しかしリオンがカバーに入ってキルトレード。リオンがプラントです。有利だぞ。4対2というところ、ここは的が外れる。飛び込んだ、うん、いやー、いや購入のかな。どうでしょうか。発射のタイミングで前に入ったテールウィンド。前に避ける、なるほど。いや、回って頭の回転が素晴らしい。あまりね、ブレードストームを使ってるジェットはやられてもそれほどリスクないですからね、武器強いわけではないですから。いや、しかし浮いたところ
ロベが取り返しました。4対4のシチュエーション。フラックスが裏から詰めてくるようなところ、しかしここはトラッパルがネスがバッチ落としました。ランプに入ってるの気づいてなかったですね。さらにダブルキル、ネスが乗っている。乗ってますね。さらにタワーからファントも落とした。残りは裏を取っているフラックス。いやネスどういっかですね。シャワーは2名で固めているのはラグゲーミング、オールドローンでこの2名という情報を獲得して、その間にゼファーが入ってきた。いや、その距離勝てるんですか。これはクオリティの高いバッキースリーオンスリー。いやロベここまで来た。どうだ、今度も光っている。武器も取れる。ここはまあダメージかさんだところ。あ、イオンが A サイトから脱出、ね、B サイトへのプラントを試みます。マンチキンがかなりいいポジション入ってますよ。ロベもアルティメットで飛ぶ可能性がありますけど。そうですね、ここで飛びましたね。うん、エルボーに飛びましたね。マンチキンがいい位置だ。立ち回りが素晴らしいけど、お警戒できてるぞ。お、まさか光るのか。いや、しかし通り抜けた。ここで抜けたことは情報出てる。リオンが、そしてエルボー1-1。さあただスポン側にいるかどうかに気づくかどうか。ここはガチ狙ってるぞ。ガチ刺さるぞ。いや、あっ、あ、これは刺さっている。お見事か。ここ抜けにワイヤーも置いているので、ええ、ラックスはテレポートから入ってきました。マンチキンがこのテレポートのフラックスを警戒するような動きですが、あ、そうですね、リオンマンチキンが2人でフッカーにぐるっと回っていくような動きですか。これかなり強いですよ。設置もオープン設置なので、はい、いやマンチキンいい動きだ。そしてスパイカメラ設置されている。フラックスの位置が割れました。ファントムがネスを落として、いやここで倒しフラックスを落としました。サイトに3名という状況。パラノイア構えているが刺さっている。どうだ、取り切りました。リオンサイトに入るが逆サイド、バッチが入る。ゼファーが取り返します。解除難しいですよこれ。スモーカーそんな長く持ち、いやただこれで解除間に合わない。間に合わない高く飛べゼファー。フッカーに残しておいてロングから下がってフッカーをぐるっと回って取り返すと、リテイクの形としてもかなりラグゲーミングはやりづらかったんじゃないでしょうか。しかも山田さん見てください、これ武器差があります。そうですね、2名ほどショットガンでした。さあここは取ったがトレード。ただどうでしょう、このトレードはむしろクレイジーラクーンにとっては良い展開だと思いますが、不意をついた。お、相手が横を向いた瞬間うまくつきましたね。さあ A2B1 の動き、クレイジーラクーンはあと1ラウンド獲得でまず初戦を取るかだけで、サイバーテージからニューラルセフト勝負を決めるか。マーチキンがカット、シャワーにはムージー、ムージーのバレてますか。イオンがタワーから、これは決まるか。ファントムディフェンダーサイドから入ってきますが打ち勝った。リオンとします。だいぶタイル削られましたよ。ワンオンスリー、ここでニューラルセフト返していきます。さあ古軍奮闘、マッチポイントを返せるか。またぐるっと回って、そうですね、解除が一番難しいですね。スパイカメラ位置が割れた。ゼファーが見ているぞ。そうなるとマンチキンが出てくる。お見事、人数を押し付けていくような動き。上に乗った情報は掴んでいる。打ち勝っていった。勝ってますね、音で聞いてましたね。 S がカバーに入ってダブルピックを叱ってるぞ。どうだ、おっ、これ爆発、おっと、これ爆発大きいぞ。リオンがカット、ポンツ、ディフェンダーサイトからすでに上がってきているブラストバック。ここはテールウィンド引きます。しかし弾は大きいぞ。かなり削れてますよこれ、いいタイミングでブラストバック。ペイント弾は温存できています。最悪会場音聞こえたら投げるとかっていう使い方までありますからね。いや一戦だ。リオンがバッチをカット。残りはロベ、マンチキンが最後は決めました。まずはクレイジーラ君がファーストラウンドを取ります。素晴らしいラウンドとなりましたね、しっかりと挟みますがここはターゲット命中。この状況で4名で攻め込んでいく。さあブラストバック機動力を生かしてサイドラまで飛び込んできた。どういうダブルキルだネス。冷静に当てていきましたね。さらにリオンが打っているところメデューサがカバーに入って4対2の状況。ロベが後ろ側から入ってきていますが、この裏取りの形バッチがタワー、マーシャルバイ見えている。リオン落としました。
バッジはやはりスナイパーかなり得意としてますからね。ただ分下で固く守る、リテイクにはさほど向かない武器です。この距離打ち勝っていくネスを落としました。最後の一人だ。ただマンチキンが降りてきたバッジを落として間を打つ。いやマンチキンダブルキル。そうですね、ダーツ刺さってしまった。避けることに成功している。これは刺さるか。ロベがゼファ落とします。これネスがカバーに入ります。お見事。これでフォンフォン、これ11効果。パルノイヤ刺さっているぞ。リオン、いやここはしてしまった。そうですね、結果的にはムージーが取り切りました。さあラグとしてはここを守りきりたい状況になりました。いや、いいタイミングのパラノイアだったんですけれども。そうですね、当たってましたからね。オールドローンとともに前に上がっていくマンチキンです。ステージ裏、そしてディフェンダーサイド、ここにフラックスも合流してこようかというところ。サイド2、ムージー、メスを落としました。ペイントランで相手を動かして倒したいという狙いは分かっていたんですけど、ムージーの力強さが出ましたね。ただメデューサが B サイドから侵入、スパイクが落ちているのがこれはもう見えているので。そうですね、ロングに置き去り、マンチキン光っている場所分かってる。バッキー打ち勝っていく。ワンチャンス来た。どうだ。いやー、しかしここはバッチが目に出て攻めることになる。クレイジーラシアル、また A 行きますか。行きますね。ダークカバーがタワーに入る。よー、ファントム、まあ張り付いてくるところをしっかりと分かってますね。バチが裏から入ってきた。メディスさんが潰れた。まだ分からないぞ。しかしここは5対2という苦しい格好。ここまで削れば外した。敵残り、さあ残りはリオンのみ。しっかり切りました。さあお見事、ラグがここで解除成功となる。さあ引っかかったタイミング、ここは設置のポイントを変えたいところ。時間稼ぎですね。ただ今設置音さえ聞こえればさすがに A に固まっているのが分かりますから。ヒットしたところ、どうだ。素晴らしい前半対応ですが倒せてはいない。ええ、さあメデュースがプラント成功。あー、わー、ムージーがブラストバックでメデュースのカット。マチキンここでニューラーセフト。これはでかい。何人落とすんだ。トリプルキル。残りはロベトバッツィ。ゼファーがキングリスティンガーで残りはタワー。マンチキンクアドラキュー。ゼファーがエントリー。ロベがケージの中ギリギリ見えていないか。耐えれているマンチキンをカット。さらにロベがマンチキンを落としていました。一気に殲滅。あー、リティーが早かった。さあここはテールウィンドでワイヤーを切りながらフラックスが入ってくるぞ。ちょっとワイヤーフラックスがメデューサを落としました。に見えますが、そうです、フラックスダブルキル。ゼファー逃げれなくなりましたね今ので。イオンがロベ返しますか、このニューラセフト。ただこれガチだぞ。お、これは、いや、しかしここは解除がギリギリ止まった。ただムーズィがマンチキン落とします。そうですね、ちょっと今のシアルの焦りもあったのか、ゼファー選手がイオンがプラントを狙うが、ロベがここからゼファーをカットします。ネスが入れて入る、詰める。マンチキンがファントも落としました。フォーン3、中3人でがっちり抑える形ですか。飛び出すとマンチキンの置きがあるが、どうだ。ヘッド当たってる、叩いてる。落としきることはできなかった。ディフェンサーサイドから2名のラゲミング。リオンが壁を抜いていく。ムーズイカットしていく。いけ、ブラストバック入っていきます。ロベを動かせた形になる。ただマンチキンが捉えました。6ラウンド目クレイジーラ君が取りました。サペルス起動。フラックスめちゃくちゃにすることができるか。 A サイト、ネスが入っていった。影の中見えているが、なんとかムージーを取り切った。しかしロベがネス、うわ強い、うまい、うわーゼファーだ。残りは1名。こうなると難しいんです。ただバチがマーシャルで落とした。ただ解除は間に合わない。そうですね、倒せてはいてもラウンド取得につながらないと。5対3の状態でただ B に設置しても正直勝てるビジョンがないかなと思うので、こうやって削りに行くしかないんですよ、ムージーは。ただ削るところはちゃんとリオンが見てると。メディウスフラックス、残り1名、残りは1名。パーフェクトが見えてきたクレイジーラ君。完璧に相手のやりたい動きっていうのがもう読めてるように見えますね。
さあ跳ねすぎたマンチキン、ここはリオンがカバー、カバー赤ちゃんと入ります。しかもテールウィンド残してますからね。バチが入っていくがネス自主交換、ネスダブルキル、ネスもうファントム持ってるんですね。持ってますね。さあメデューサがショートからカバー、リオンがフラックスを、そして残りまたしてもロベが1名。これロベバレてますね、武器を取らせない、丁寧な動きだ。さあネスお見事、武器ムージーは風前の灯火、体力は少ないところです。おっと、ただプラノヤ刺さっている、浮きましたね。ゼファーが進入してくるか、メデューサを返しているファントム、ゾーン2、ゾーン2だ、最後の1人だ。リオンがムーズを落として、ロベがリオン、いやしかしここはしっかり仕留めきる、押さえるな、マンチキン、かなり惜しいところはね、ラグインっていったんですけどね、あと一歩は届かなかった、この一歩の遠さが、スモークが開けるタイミングが分からなかったんだと思います。さあ4対4の状況から、サイトにはマンチキン、ロングにもいるぞ、あと30秒、ステージに隠れます、見えている、ジャンプエントリーしてきました。ゼファーがガレージからのカット、そしてロベも落としていく、いい、お見事、最後はステージからマンチキンが締めます。マンチキンの動きは冷静でしたね。ここはアルティメット、ああ飛んだ、ロングとシャドウズで飛びます。バッチがリオン落としていく、だこの間シーロング取られてるんですよね。さあロベがプラント成功、最後の1人、おお後ろ取った、お見事、残りは A 側のゼファーです。さあ食らいついていきます、ラグゲーミング、これいい流れですね、パーフェクトラウンドで正直、あお見事、忘れましたね、お見事、フォアとなると非常に、まあ、苦しいトーナメントになります、ラグゲーミング、あと一歩まで迫ってきているクレイジーラ君が襲いかかってきます、そういった意味でいろいろなクリアリングをして、そこにアビリティを割いてでもクリアリングしないといけない、マンチキンカットしますが、ゼファーが前に出てロビオカット、ボンツー、そこであえてこう手前に入っていくというのはちょっと読めなかったか、フラックス A サイドに侵入、ハンターズフューリーの後ろをついた、ここは逃げられなかった、目を奪う、さあ何としてもこれ削りたいところですね。さあシュラウドステップでうまく逃げました、逃げましたね、しかし依然人数は不利な状況ですが、リオの体力を削ることができるか、フラックス残りハーフ、ファントムがスパイクを持っていきたいんですけど、正直そうなんですよ、相手が今見えているのはリオン選手の応面だけなんですよ、だからどこに集まっているかの情報が分からないので、迂闊にこう A に寄れない形になってますね。ファントムがスパイクを C に運ぶ、ただ C も C でどうなっているのかのリスクが非常に高いので、これはもう勝負のような動きですね。ネスが早い段階で寄っています、 2-1 という動きになるか、運命を分けるラウンド、ラグゲーミングに緊張が走る、合わせ方、まずファントムのこのプラントに双剣がかかっている、サイバーケージの音が聞こえた、設置者かなり強いです、お見事プラント成功、フラックスネスの後ろをつけているぞ、ディフェンダーサイドからゼファーが打ち勝つ、ワンチャンス前に出ているぞ、しかしここにパラノイア、ゼファーがダブルキル、